ハーフウェイラインまでまだ距離がある状況でシュートを放つ札幌上里和正。ボールは美しい軌道を描き、そのまま相手ゴールに吸い込まれます。推定65メートルとされる超ロングシュートを決めた上里は、いつもゴールキーパーの位置を見て狙っていたと語りました。その後も得意の左足からスーパーゴールを量産した上里。 J リーグで19年間活躍した上里は、2022年に地元である FC 琉球でユニフォームを脱ぎました。